この番組は米子高専の先生にご出演いただき、科学・建築などの専門科目から一般教養まで幅広い分野の知識・情報をお話しいただきます。皆さんこんにちは。米子高専で建築構造を専門としている北野幸男です。今回の知的セミナーのテーマはデザコン2020ペーパーブリッジコンテストです。主にデザコンの構造デザイン部門に取り組んでいる学生にスポットを当てて、その活躍を紹介いたします。全国高専デザインコンペティション、通称デザコンは、ロボコン、プロコンと並ぶ大会で、主に建築系、土木系の専門を学んでいる学生を中心に、全国の高専生が参加する大会です。デザコンの始まりは、昭和52年に明石高専と米子高専の建築学科で行われた研究交流シンポジウムであり、その後、参加校を増やし、現在の全国規模の大会に発展してきました。人の生活環境に関連した様々な物事のデザイン・設計課題に取り組み、日頃の勉学によって培われた専門知識や想像力・実践力を競い合う場として毎年1回開催されています。全国規模のデザコンとなってから、これまでに17回の大会が開催されました。米子高専ではこれまでに多数の賞を受賞しており、特に構造デザイン部門においては過去17大会で11回の優勝実績を残しています。ここからはデザコンの構造デザイン部門について紹介していきます。構造デザイン部門では、使用材料や構造物の支持条件、荷重条件が毎年変更される中、構造模型の強さや軽さ、デザイン性などが競い合われます。過去の大会では木材のブリッジや立体構造物の強度やデザイン性、木造タワーの耐震性能などが競技テーマとなっていました。またここ数年では、使用材料として銅の針金を用いたメタルブリッジによる強度コンテストが行われていました。2018年大会では45キロの重りを支えた上で、さらに5キロの砲丸の移動にも耐える必要がある大変難しい課題が出されました。一昨年度開催のデザコン2019からは、使用材料がそれまで用いられていた木材や金属から変更され、紙を用いたペーパーブリッジによる強度コンテストとなっています。昨年度は全国の高専から35チームの参加があり、米子高専から出場した作品が最優秀賞を受賞し、見事3連覇を達成しました。それではデザコン2020の受賞学生に、昨年度の取り組みの様子を伝えてもらいます。建築学科5年の島崎美月です。小芝祐介です。長谷川遥です。このメンバーを含む同じクラスの6名でチームを組み、デザコンの構造デザイン部門に参加しました。まず競技条件の中の使用材料について説明します。橋の使用材料は、厚さ 0.2 ミリの2種類の剣と紙と木工用ボンドです。米子高専では毎年使用材料の特性を実験により求めることによって、より合理的な橋を製作しています。2種類の剣と紙は見た目や厚み、重さがほぼ同じですが、実験をしたところ、一方は伸び縮みしにくく、もう一方は強度が強いという、それぞれ違う特性を持っていることが分かりました。その結果をもとに、2種類の剣と紙を適材適所に使用し、模型の軽量化を図りました。また紙には繊維方向というものがあり、用いる方向によって強度が変わります。製作の中で、荷重を支える部分の引っ張り材が50キロまで持たず、何度も切れてしまう事態が起きました。その際、1グラムにも満たない幅5ミリのリングを
繊維方向が揃わないように貼り重ねたところ、この一工夫で50キロに耐えられるようになりました。湿度も紙の強度に影響を与えるので、引っ張り実験、湿度実験を行い、紙の強度を把握して端の設計に生かしました。続いて私たちが制作した端について紹介します。この作品の名前にもなっている琥珀蝶は、米子に毎年飛来する米子市の鳥です。琥珀蝶が飛ぶ姿のように美しく、虎のように強く、たくましい端をコンセプトにこの名前を付けました。この端は引っ張りを受ける部材と圧縮を受ける部材で構成されています。使用材料である紙はペラペラですので、引っ張っても壊れにくいですが、圧縮の力には弱く、このように簡単に曲がって挫屈してしまいます。そのため圧縮材には挫屈しにくい太い断面が求められます。合理的な圧縮材を作るために構造計算を行い、圧縮材にかかる力を求め、計算をもとに必要な断面の太さを決定しました。その構造計算により決定した圧縮材を製作するためには、各部材の精度も重要で、剣都市の厚さの 0.2 ミリ単位で寸法調整をした展開図を用いて、圧縮材や圧縮材同士をつなぐ接合部を製作しました。初めのうちは精度が出せず、紙を重ねていくうちに紙の厚さが図面よりも1ミリ以上大きくなってしまうこともありました。今回の課題では、50キロの荷重を2点で支えることに加え、車が通ることを想定した分布荷重に対しても安定して支持できるように、山形ラーメンと社長橋という2つの構造形式のいいとこ取りをし、このような独自の形を生み出しました。地座根の本選は2日間にわたって開催されます。1日目は使用確認とプレゼン審査が行われ、2日目は採火協議が行われます。昨年度はオンラインでの開催だったため、完成した橋を本選会場である仙台へ送り、デザコンメンバーは Zoom を用いて参加しました。使用確認では、製作した橋が募集要項に記載されている設計条件を満たしているかどうかがチェックされます。その後、使用確認で合格した橋は質量計測されます。私たちの橋は設計条件を満たすように、可能な限り精度を高めて作ったものだったため、無事に通過することができました。プレゼン審査では、各チーム1人が審査員に1分間で自分たちの橋の特徴を説明し、その後質疑に対する応答を行います。従来は橋とプレゼンポスターを用いて説明していましたが、今大会は事前に制作したパワーポイントなどを用いて行われました。採火競技では、橋を採火台に設置した後、2チームずつ50キロまで橋に採火を行います。30キロまでは10キロ刻み、30キロ以降は5キロ刻みで採火を行います。採火は橋の質量が重いチームから先に行います。私たちの橋は全体で5番目の軽さだったため、最後から3番目のグループで採火競技を行いました。大会に送った橋は精度を高めるため、片側半分を付け替えたり、それまでの試作品ではなかったパーツを付け加えたりした橋でもありました。何が起こるかわからない緊張がありましたが、無事50キロ持ちこたえることができ、とても嬉しかったです。昨年度は新型コロナウイルスの影響で学校の休校に加え、オンライン授業が6月末まで行われました。オンライン授業期間中はデザコンの競技概要を読むことしかできず、賞を取ることができるのか不安に思う日々が続きました。初めの頃は紙の使い方が分からず、強度を出しつつなるべく軽くする方法を見つけるため、さまざまなことを試しました。四角で囲った紙の中に紙を詰めたり、
紙を何層にも重ねたり、メンバーと教員で話し合いをしながら最適解を模索しました。本大会の構造部門のルールは複雑で難しく、この形にたどり着くまでに多くの試作を行い、7ヶ月間で計13号機の橋を製作しました。そんな紆余曲折あった橋製作でしたが、今大会の競技ルールを考えた仙台高専の先生が採火実験を行う前の大会1日目、私たちの橋を見て、これが正解の形だ、この橋を作ってほしかったとお褒めの言葉をくださった時、非常に嬉しかったことを覚えています。チーム戦のデザコンは技術だけではなく精神的に得るものが多く、メンバーと本気でぶつかるからこそリーダーとしての自分の力量不足や未熟さを実感することができました。デザコンを通して学生時代にこのような貴重な経験ができ、自分自身の成長につながったと感じています。特に昨年度のデザコンはビデオ会議を用いたミーティングから始まり、大会本戦も初のオンライン開催となりましたが、こうしたコロナ禍だからこそできた経験や成長もあったかと感じています。6人全員が本気だからこそ制作の中で意見がぶつかることもありました。しかしみんなが目指すところは最優秀賞を取りたいという思い一つだったため、辛くもありましたが同時に非常に充実した日々でした。そして日々の授業課題の締め切りや定期試験の勉強もある中、デザコンの取り組みも妥協することなく本番直前まで調整が続き、怒涛の毎日でしたが多くの人に助けられ、結果無事に最優秀賞をいただくことができました。今回はデザコンの構造デザイン部門に取り組む学生の活躍を紹介しました。高専ではこうしたコンペやコンテストに多くの学生が取り組み、日頃の勉学の成果を競い合うだけでなく、その取り組みの中から多くのことを学び成長しています。デザコンで優勝することをゴールとするのではなく、デザコンを通して得た経験をきっかけとした学生たちのさらなる成長、活躍に期待しています。